思います。で、トップバッターはですね、先ほどもね、あの中区長からお話があった我々気になる2027年のグリーンエキスポに大変関係のある石井造園株式会社代表取締役の石井社長を呼びしております。大きな拍手でお願いいたします。はい、じゃこちらでお願いいたします。 眩しいですよ。もう輝いてますけどね。ここ座るとどこ見ていいかわかんないからななんですけど、恥ずかしくなったら私の方見ていっただい大丈夫ですから、あ、そらしましたね、目をね。はい。ね。はい。社長マイクを持ってね。はい。地声でも大丈夫なんですけど。はい、じゃあね、もう、あの、お時間もなんで、えー、まずね、御社の。 業務紹介からね、はい、もうお名前聞けば分かると思うんですけど、はい、もうちょっと深く、はい、いたします、えー、横浜栄区で造園工事業を営んでおります、石井造園の石井と申します。私は生まれた年の企業でございますので、58歳、58期目を今、走っている、そういうような企業でございます。社員が13名、えー、年が13 3名年億やっこの売上 それなりに儲かっている利益もしっかり出している会社を経営しております素晴らしいはい、ありがとうございます <laughs>、えー、そんな、えー、石井造園株式会社ゴールのね、はい、SDGs といえば2030ですよね、はい、はい、2030年に望む姿を、はい こちらの方をちょっとお聞かせいただきたいと思います,す、はい、もちろんあの SDGs としてですね大変大切なことだと思っております、えー、ところがその SDGs に取り組む前からですね、えー、手前どもではその企業としての社会的責任を果たしていくために、えー、横浜型地域貢献企業の認定を受けながら、えー、その前からです まあでもあるんですがあの CSR の活動に、えー、地域貢献に軸足を置いた CSR の活動を展開してまいりましたえー、っと古い話ですけど2008年9年の頃にですねえー、っと150万本植樹行動 という開港150周年に向けて150万本植えてみようよって中田市長の時に声がかかりましてよしじゃあ僕も造園屋だから1%やってみようと思ったら150万本の1%って1万5000本だったんだねいや結構大変だなと思いながらでも何くそと思いながらようやく1万3000本ぐらい配るところができてまいりました2030年に向けては3万本やるぞというところで今年からだいたい あの二千本ぐらいつ配っていかないといけないんですけど、今日もホイズミ君、あ、ホイズミ君でございます。ホイズミ君があのー、そこにあります、えー、ブルーベリーの苗をですね、プレゼントちょっと持ってきてもらえますかね、ててブルーベリーあいい、ね、こんなすでもブルーベリーが見えると思うんですけど、ブルーベリーは見えません。見えませんはい、こんなに持ちやすいさここ持ってきちゃっていただいて、ね、せっかくだから、はい、実はそこのところも SDGs のところを意識しておりまして、ね、じゃちょっと一個ね可愛いらしい。はい えーっと、あの、私がインテリだからってわけじゃないですけど、はい、あの、明治新聞で。そうなんですよ、<の>これただ、あの、おしゃれポイントでですね、あの。 ブルーベリー配ってますっていうふうに歌ってもブルーベリーでもないよそのままボンって渡されても、はい、あとなんかビニールに入れるのもちょっとなんかね SDGs なのになって思って、まあ、ここがなんかマッコのハイカラなところでね、はい、英字新聞でちょっとねこの朝ひもなんかでくるとこれだったらなんかお持って歩いてもおしゃれだけど買ってきたのかなみたいな,なんかそんな感じで。のでお持ち帰りいただけるようにななって期間中 10日まで早いもん勝ちですよね。はい、そうです。ブルーベリー100本限定でございますのでどうか。100本限定ですので、はい、先着100名様で、はい、ます我が家にもはい、はい、あの実はなりました。 よかった、本当ね、持っていった方でね、こうやって説明してます、初年度は片手に乗っかるぐらいですよと、3年ぐらいすると上手にやるとね、このぐらいの瓶にね、ジャムが取れるぐらいできますよって言ってね、社長、ジャム取れたってね、3年目に持ってきた人が何人もいらっしゃいですね、ジャム、ジャムまで、ジャムまでは、なかなかちょっと人生の実がなるのが遅いもので、まだまだ実らない。 最近咲くか咲かないかぐらいでちょっとヒヤヒヤなんですけれども、はい、ちょっと人生に比例してるかもしれませんので、はい、皆さんもあのぜひ花が咲いて実がなるまであの、はい、でも。 なかなかね私もあのネクストチャレンジもできましてですね。そねあの、はい、からしちゃったら吉社長安いんで<っ>サミーちゃんの人生の実がなるまで僕し続けるよってねブルベリーはい責任を取ってあの実がなるまで面倒を見ていただいておりますのではい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございますねあの現実化させるための取り組み今具体的な取り組み私に対していただいちゃったんですけども、はい、あのもうちょっと他に広くどんな取り組みをされているかえっとこのブルーベリーの苗をプレゼントする110万本に、えー、こうしながら 万本配るぞというのはですねもちろんその環境のことも含めて実をつけていくことも大切なことですですけど開花結実色が色づいて収穫つまびいて手前で自分で食べるというところまで含めてですね緑を大切にする気持ちを醸成するためにこの活動を続けてまいります来ております。 またです、ね、ついつい SDGs のこと、次の項目言っちゃうけど、はい、次の,の SDGs のことになるとです、ね、ついつい環境のことに目が行きがちなんですね、もちろん環境のことも大切ですし、石井造園では2015年から100%事業で出る CO2 をオフセットした状態で、石井造園がお届けする公共工事は、カーボンフリーな状態で、本市に納めしているようなこともできています。それから 川町と提供しながら電、えー、電気気も自然由来の電気を扱って,しています、まあ、そういうことも本当大事なことなんですよ。だけどね本当にね SDGs の中で大切だなと思うことって最近特に思うのが人権のことと。 平和についてのとところだと思いますなかなか私自身のその活動がその人権のことだったり平和のことだったりとかにつながらないかなと思いがちなところはあると思います。だけど、だからほか地球の,あの対岸の火事に思わないことだなというふうに思います。えー、ウクライナでもガザでもそれなりに苦労されている方がいらっしゃいます。 今日私たちがこうやって言っている中でもですね戦火の中で苦しんだり戦ったりしている人がいるんですね仲良くすることそしてね相手との違いを認め合った上でお互いがお互いを尊重し合うことそういうことって大変なこと大切なことだけど自分事として置き換えると仲良くするのって自分。 でしょそれからえっ、ー、と互いの違いを認め合うことっていうのも日本人は特に得意なんだなというふうに思います。えー、平和について人権について、えー、我々が取り組むべきことはまだまだあるなと思います。ぜひそんなところも意識していただければなと思いました。ありがとうございます。とねあの深いテーマですよね。あの平和とかの豊かさって、はい、あの世代によって 捉え方が違うっていうのをちょっと私もあの異世代コミュニケーションの活動をしていて気がつきました。はい、っていうのも「あの豊かさって何ですか?」っていう質問を投げかけたところ、はいえー、10代のこの豊かさと、はいえー、88歳うちの父ですね、はい、の豊かさが食に対する豊かさがすごく違ってこれちょっと面白かったんですけど,ど10代の、えー、学生さんが食に対する豊かさ っって言った時には楽しく笑いながら食事をすること、うんえー、戦中を経験したうちの父が言った言葉は、うんうん、誰にも食べられないように取られないようにすぐ食べること、うんるはい、豊かにたくさん、うん、すごいですよね。平和に対する 気持ちもね、世代によってすごく違うので、あのまた自分ごとに捉えるっていう視点もすごくああ大事ですよね。はい。それからね、豊かさの尺度として樽を知るというところだと思います。うん、どこまでも欲深い私たちは、ついついどこまでも欲しくなってまいりますね。うん、ところがですね、自分の中でこれが満足。 いいう地点を妥協したりすするわけじゃないですよでよこれは私の身の丈に合った幸せなんだ身の丈に合った豊かさなんだということを自分の中で尺度を決めてそのところまでをしっかりと手に入れるしっかりと手に入れることですねそれが豊かさの一つの基準になってくるというふうに思います。本当ねね平和と、ね 大,ね、大事ですよね、はい、やっぱあの平和じゃなかったらね豊かじゃなかったら緑をこんなねあの、はい、欲しいとかブルーベリーとか余裕ないですよね。<laughs> はい、その中でもこのグリーンエキスポに対して増援だから取り組むというわけではなくてです、ね、これが花博演技博という要素ももちろん入れた中でグリーンエキスポにきちんとこう家事をいただいたというところに関しては大変こう前向きに SDGs の環境の部分に関わってくるなと思いますまさにあの貢献できる理由っていうのがすごくこうパッと分かりやすい企業でありながらも。うん 突きだからいろんな技術もある中でその花を植えてねきれいだなっていうことも一つの豊かさの基準でしょうだけどねアジアの隅で女性が泣いているようなことがないもしくは地球の裏側で腹減らしてるやつがいなくなるようなそういうことができるのもそういうことを実現できるのも今回のグリーンエキスパだと思います。そうですすよねねま、はい、まさに,職にもつながっってくるつながってから めでるだけの花じゃなくて本当と食すっていうところもね,、うんうん、ねありますので、はい、そういった部分ではね SDGs にすごく貢献できている、はい、あの理由かなと思います。はい、ほらねお時間、まだちょっとあるようなんです,うどうですか他に、はいえー、とねそれとですね <laughs> 私たち取り組む中で子どもたちの未来っていうことをすごく大切に思っています。 えと地域の宝であるその子どもたちがですね、えー、豊かさであったりとか未来に対して悲観的なね気持ちはいけないなと思いますそれ何見てんかって言ってね大人の背中見てんだよね大人の皆背中を見てね我々がねしょげた顔をしてるとねきっと子どもたちもなんかあんなになっちゃうんじゃねえかなと思うんだと思うんですよねしっかりとした大人の背中を見せながらそして君たちの作り出す未来は 決して暗いものではないよということでね、後押しをしてあげましょう。そして子どもたちの授業に対して、従業や活動に対してですね、ぜひね、手を差し伸べて、引きずり上げて、行こうよ、行こうよって、一緒にね、持ち上げていただきたいなと思います。それからね、えー、っともう一つは、障害者雇用についても、石造園では取り組みをしております。えー、大きい会社でではありませんので特定子会社を作ってそこに 皆さんを雇用する多くの人んなを雇用することできないと思いますところがねそのいろんな例えば特徴があるんですよあの一つこと長くこうあの継続してできないとかですねいや僕もドキなんですけどあの注意散漫になっちゃうとかですねドキなんですね。そう,いう 合わせたみたいですね。<laughs> で、そういう中でですね。その特徴を生かしてですね。その中でも企業の中でできる仕事って必ずあるんですよ。力だけでこっからここに運ぶだけだったら俺得意だよ。できるよ。そういう子がいたらですね。そういう子も含めて一緒に仕事をしていくっていうのは大事だと思います。10人で1人を抱きしめていくような。そういう社会を作ってこそ。未来30年を過ぎた。30年を一つの。 通過点としてその未来に向けてやっていくことは大事だなと思います石造園では今発達障害がですね、えー、まあ私も含めると3人ぐらいいるのかなと思いますけど、あのー、そういう人も含めて一緒に仕事をしながらです、ね、いいですすねいいか皆さん組織の中で1人を抱きしめるようなそういうような活動をしていただきたいなというふうに思います。 いつもね抱きしめていただいてねそういう意味で <laughs> はい <laughs> <laughs> ありがとうございますみんなに支えられながら生きている2人でございますい、ね、ありがとうございます、はいはい、あとねちょっとこれ気になって、はい、これは社長なんですか、うん、そうなんですねえ実はね間伐材ではなくて伐採材なんですけど<あ>えと石井沿恵のご依頼仕事でご依頼いただく中でこの木大きくなりすぎちゃってね切ってもらいたいの桜がねだんだんとね寿命でねあの80年経った時に、うん っていうようよなものが結構あるんですそういうものをね伐採してきたものをこれをねちゃんと適正にお金ももらってるんですよその上でですねあのー、えー、と有価物として販売しないといけないんでうんとねそんなに利益を出すようなものではなくって積み放題1台ね500円で売ってますよ。 えー、それで、ねまあきストーブとかやってる人にはねた,たまんなくお安いみたいでねでまた地域作業所を通じていろんな活動していく中で薪をを、ね、割ってくれるの人も出てきてねその薪割りしたのはねキロ100円でね明日キャンプ行くのにね10キロなんか持ってったら多すぎだっていうぐらいだからね。<laughs> 3キロ4キロ買ってってくれたら楽しくキャンプできるんじゃないかなといね今あのキャンプ流行ってますけど、うん、キャンプって実は防災にもね,、うん、す,ねすごくつながっていてね、はい、あのいざという時にね,ね巻き終わったりとか火がね食べれるって、うんね、もしっ時には使えるので,で,できっとね近所の方とかも多分石沿の近所の人はもし何かがあったら、はい、巻きを。 あ,あそこに行けば火は炊ける巻きがあるっていう、ね、ことにもなるので,、はい、でそういった形でもねジリエリ社会,、はいね、社会遊びながらも防災のことを意識しながらでこれは、ね、実は、ね、コースターなの。 で同じように伐採したそういうものをですね、えー、社員にこう切ってもらって 1cm の厚みで切るの大体曲がったり反ったりしないような状況なんですね。でそれをまたこれも地域作業所の人にこう磨いてもらってですねその磨いてもらった状態で<う>なんとこれ実はニューマンあニューマンの催事場でも出てましたしあえっとそこアパホテルの1階の、えー、っとイノベーションデザインさんの、はい。 あのアップサイクルするところでも<ー>売っているんですけどおしゃれですもんね、はい、すごい,い,い触り心地がすごく良くて子どもたちが絵を描いたりとかの活動もされてますよね、はい、実は昨日が、があの栄区で、えー、あのコースターコンテストということをやったんですけど SDGs コースターコンテストというのを、えー、募集をしましてこれに未来の横浜と SDGs を意識した絵を描いてみようと言ってやりました。うん えっと今年は四百六十三名、昨年は六百八十ぐらいかな。それあの選ぶのも大変ですね。すごいよ、<laughs> 本当にすごいいっぱい来ちゃいますね。想像しちゃいました。ねはい、それはあの社員でだいたいあの SDGs の意図を組みながらと言いながら上手い人を中心にっていう絵、はい、の上手な人を中心にっていうことで選ぶんですけど、はい、社会教育あ社会 ええ、福祉協議会、それから栄区役所、それから、えっと、タウンニュースさんと。えっと、教育委員会のご支援を賜りながらですね。各省を取り、作りまして。えっと、昨日。区長室で表彰。区長室、あ、じゃ、先ほど。え、えと、ええ。栄区長。すみません。失礼いたしました。で、ですね、あの、五百回なりながら、表彰式をやったところでございました。 社会、えー、区の社会福祉協議会の掲示板に、えー、優秀作品。今日何もああれあれあるじゃん。あれ持って来てよ。そうだよ。ああはいえっとまたちょっとなんか。 これだね。はい。うん、後ろを見てえっとそれが優秀作品が、はい、えっとできてます。ブースにも飾ってございますので、はい、子どもたちの力作をぜひ見ていただきたいと思います。そうですよね。あのー、この SDD ズ文化祭で石井造園株式会社様のブースもございますので、うんはい、はい。ぜひ10日まで、えー、足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では皆様大きな拍手で、はい。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 社長どうもありがとうございました。